こんにちは、MPK のバンバです。今回は第6回目の勉強会です。前半の私のパートでは事後分析の続きとして、アルバイトの経験や趣味、特技をどう事後 PR につなげるか説明しようと思います。また後半の郷先生のパートでは、擬音語や短縮語、ビジネス用語などを説明してもらおうと思っております。言葉というのは不思議なものでして、ビジネスでうまく使えば売上につながりますし、就活においてもうまく使えば他の人よりもいい印象を残すことができます。ではよろしくお願いします。自分のやりたいことを本当に自分探すために必要です。自分の人生は会社に入ってゴールではないので、本当に何をしたいかっていうのは時々考えてみてほしいと思っています。今日のポイントは、面接官は全てを合否の判断材料にしているということを理解してください。会社は皆さんを採用するのにたくさんお金をかけています。採用した後も毎月お給料を払わないといけないです。だから会社にとっては買い物みたいなイメージで捉える人もいます。その表現があまり好きじゃない人もいるかもしれないんですけど、自分を商品に例えたら、他の人と違ってどういういいところがあるか、そういうことを伝えるための手段が自己 PR です。面接はもう部屋に入った時点でもう評価されてます。挨拶できるかとか、ちゃんと部屋に入ってこれてるか、そういうところまで全部チェックされてます。で、自己 PR のポイントなんですけど、これは履歴書も面接も同じです。3つ、ステップがあります。最初はまず一言で結論を言いましょう。2つ目、具体的なエピソードを話しましょう。3つ目、結論と同じ内容をもう一回言いましょう。入社後どう活かせるかということですね。NG 例です。 NG っていうのは良くない例です。皆さんももしこの内容を書いているんだったら注意してください。読みますね。私は日本に来たばかりの時は日本語がよく分からず、メニューの説明などが下手で注文を間違えることもありました。しかしその後日本語の勉強をよく頑張りました。なので今ではメニューのこともちゃんと理解してきちんと接客することができます。すごくたくさんの留学生が同じ内容を書いてます。私が面接官だったらこれ印象に残りません。言葉中毒ところがないから、はい、そうですね。それもそうですし、あと他に何か思うことはありますか？今の仕事を雑に最中のことがないと思います。あ、素晴らしいですね。まさにそれです。今私が追加しようとしたのは、ありがとうございます。同じ会社にベトナム人が応募することもあれば、アメリカ人だったり中国人だったり、当然日本人の学生も応募します。皆さんのライバルは日本人の学生っていうことをよく覚えてください。ポイントを説明しますね。何をアピールしたいのかはっきりさせてからエピソードを書きましょう。会社によって求めてる能力が違うからです。で、かつこれですね、その会社に入った後活かせるアピール内容にしてくださいと。自分の話をするときに2分3分もしくは私がストップって言わない限りずっと喋ってる人とかいるんですよ、たまに。それって印象はあまり良くはないかなと。シンプルに話すっていう練習は時々自分でもやってみてください。今日のまとめ、履歴書面接の全ての内容は自己 PR を意識してくださいと。それが、どう会社にプラスになるのか、そこまで書きましょう。一言で言う、具体的なエピソードで、最後にもう一回結論を言いましょう。面接官は全てのことを合否の判断材料にしていますということです。じゃあ改めまして、こんばんは。こんばんは。まず今日の歴史上の重要な人物ですが、福沢諭吉です。この本読んだことがある人、福王寺でベトナム語になってます。あ、みんな持ってるじゃん。あ、それなんだ。あ、みんな読んでた。すごいね、すごい。学問は全てだよ、やっぱり。戦争が起きてる時もさ、ずっと学問の方が大事だって言って、戦争が起きてても学問、
講義をずっと続けたんだよね。一番大切なことです。今日はですね、テーマがですね、日本語の勉強です。くんさんはどんな感じが好きですか？心の感じです。心か、心ね、いいね。日本のビジネス語が、輸出されていると、これが大切なことだと僕は思います。要するに、ただ単に流行語がを作るだけじゃなくて、それがビジネスになっているってことですね。消費者が弱い言葉っていうのは知っておくといいと思います。特に、小売業とかサービス業に勤めようとする人は、消費者には弱い言葉があるっていうことを覚えておくといいと思います。どうやって学ぶかっていうと、例えばですね、スーパーのチラシですね、あれよく勉強になります。今日の演習は、心に残った日本語を一つ決めて、それで60秒スピーチをしてください。はい、私は、好きな日本語の言葉は一期一会かなと思います。なぜかというと、一期一会の意味は、一生に一度限りであることだから、現在の視点に大切にして、お互いに心遣いしようという意味です。一緒に過ごしている、この一瞬をしっかりと高めていることですね。私から見ると、この言葉は時間と相手への尊重、を示している言葉と思います。以上です。ありがとうございました。はい、素晴らしい発表でした。まとまってました、内容が。一期一会って、まあ難しい、ちょっと難しいけれども、よく分かりやすく説明してくれたし、キーワードもちゃんと出てきたね。相手とか現在とかね。だから今に全力を尽くすとかね。それから尊重っていうことも出てきたね。はい、言葉がたくさん出てきたから、いいスピーチになったんだよ。ありがとうございます。すみません。で、一期一会って漢字で書けますか？一と、期待の、と、一と、恋愛、愛の、合うってことです。そうですね。そんな字ですね。一五七。そうね。その時、たった今、それを大事にする。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日スピーチを、あなたの好きな日本語をやっていただきました。で、皆さん、いろんな言葉が出てきました。で、その言葉には日本への関心が見えます。それはどういう日本が好きなのか、どういう日本文化が好きなのかっていうことが現れていると思います。例えばおもてなしという言葉が出たら、それは日本の礼儀正しさに興味があるんです。面接の時でも、日本の何に興味を持ちましたかという質問の答えを作ることが、あなたの関心を持つ言葉から作れる。これが一つです。もう一つ、世界で使われるベトナム語を作ってください。日本の経済が大きくなったのは、日本はビジネスとして輸出したからです。カップヌードルとかね、言葉の輸出なんです。それで日本の経済が大きくなりました。その国の言葉を輸出をしています。大変大切なことです。ですから、いいベトナム語をどんどん世界へ、日本へ伝えてください。それがベトナムの文化とかベトナムのビジネスを大きくすることです。そんなことを皆さんはこれからのビジネスの人生でやっていただけると大変いいと思います。これを覚えておいてください。あれのさ、入れ物ってなんていう、ベトナムコーヒーのドリッパー、ドリッパーとかになるね。だけど、ああいう、例えばベトナムのカフェの文化を広めるとかね、あれの名前を広めるとかね、わかんないんですけど、なんかそんなことが経済、ビジネスを大きくするということを覚えておいてもらえればいいと思いました。ありがとうございました。以上です。はい。じゃあ皆さん、今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。今回の発表からは、各自時間を意識して行ってもらいました。その結果、普段よりもコンパクトにまとまることができたと思います。郷先生がおっしゃっていたように、言葉にはいろんな種類があります。
就活に限ってではなく、ビジネスでも私生活でもうまく使えばいろんな場面で役に立つのではないでしょうか。今後も言葉を使うときは少し意識をしてみてください。さて次回はその言葉選びが非常に重要になってくる面接に関して講義をいたします。よろしくお願いいたします。